日本におきましても、2020年の年明け頃からでしょうか、コロナ禍が始まりました。年明け、2022年度に入りましたら、3年目に入る、ところです。コロナ禍にあって、コロナ禍の禍って災いって書きますけど、でも良いこともたくさんあったこと忘れないでいたいなとも思います。江南教会においても、ご家族に赤ちゃんが生まれた、そんな家庭も、ございましたし、またですね、コロナのためにいろいろなオンラインの通信技術が発達する中で、普段は遠くて会えないような、友達とですね、インターネットでつながってお話ししたりですとか、あるいはいろんなイベント、普段でしたら遠くて、交通費高くていけないとかですね、そういうイベントにも、Zoom でつないで参加できたり、自宅から参加できたり、そんな喜びもあったかもしれません。とはいえやっぱりですね、心のどこかにおいてはこの先の見えない暗闇、夕闇の中をさまよっているような、なんだか重く立ち込める霧、そのようなもので前を塞がれてしまっているような、そのような思いを拭い去ることは難しいかもしれません。神様はこれ一体どういうことなんですか、じゃあ、私たちに一体どうしろとおっしゃるんでしょうかと、そんなふうに神様に向かって叫びたくなるような状況ではないでしょうか。しかしそんな困難の中でも12月になるとクリスマスがやってくるんですね。下にポスター貼り出してましたが、今回のクリスマス迎えるにあたってのキャッチフレーズとして、闇の中に輝く光ということを、みんなで考えました。闇の中で輝く光、この江南区でもおそらく昨日かな、なんかキャンドルライトを楽しみましょうというイベントがあったりしたんですが、闇の中に輝く光って私たちの心をなんか捉えますよね。今もここにきらめくキャンドルがありますし、24日クリスマスイブにはまたキャンドルサービスありますので、ぜひいらっしゃっていただきたいなと思いますが、皆様若干唐突ですが、天の川って見たことあるでしょうか。天の川、私はですね、若かりし頃にオーストラリアに行った時に初めて天の川というものを見ました。海辺の町だったんですけど、周り何もなくてですね、本当にこう空にドーンとですね英語だとミルキーウェイって言いますが、ある意味ちょっと薄めの牛乳をこうバーンと空にぶちまけたようなですね、あって、普段見える点点点点っていう星の間にも実はちっちゃな星がいっぱいあって、あ、こんなに綺麗だったんだ。で実はその天の川今もあるんですよね、この上に。ただあるデータによりますとですね、都市化が進んだ日本では人口の 70% が天の川が見られない場所に住んでいるそうです。天の川はもちろん今みたいに太陽が輝いていると見ることができません。また横浜もそうでしょうかね、やっぱりネオンが光々と輝いているとですね、消されちゃって見えないんですね。イエス様のこと、誠の光、救いの光ってよく光っていう言葉で表現したりしますが、ある意味ですね、自分がまばゆく輝いている時、それは、ね、人生の中で一番楽しい時でもあるかもしれないし、あるいは成功を収めている時かもしれません。ただ自分の光があまりにまばゆい時ですね、その光がまぶしすぎて、自分の光がまぶしすぎて神様の光が見えなくなる、そんなことがあるかもしれません。そういう意味におきましては、コロナ禍という辛い現実も、辛い中であるんですけど、その時こそ私たちが神様に一歩近づく、そんなチャンスであるとも言えると思います。
それぞれの人生の歩みにおいて今私たちが立っているところってみんなバラバラで一概に言うことできません。でもクリスマスに人となって私たちの間に住まわれた神の子キリストに、今日この時間を通してご一緒に、一歩でも近づけたら幸いだと思っております。本日、旧約聖書の詩編85編という箇所を、お開きしています。この箇所短いんですけれども、とてもドラマティックで結構動きがあるところだったりします。なんかですね、お芝居を見ているような感じであったりもするんですが、ただ、文字だけで追っていると、なんかあれあれあれといううちに終わってしまう、そんな箇所であるかもしれません。それでは一つ目のポイントに、いきたいと思いますが、まずはですね、救いの喜びから始まります。一節をお読みします。主よ、あなたはご自分の地に恵みを施し、ヤコブを元通りにされます。続けて読みますと、あなたは御民の咎を担い、すべての罪を覆ってくださいます。あなたは激しい怒りをすべて収め、燃える御怒りから身を引かれます。この一節のヤコブというのは独特の言い方ですが、イスラエルの民、神の民、先ほどの賛美で、ね、主の民ってありましたけど、神様の民のことを示しています。これ具体的な文脈としましてはですね、旧約聖書に書かれている歴史の中で神に背き続けたイスラエルの民が、このある時点においてその民が、その罪の結果として、バビロンという地域に捕囚される、捕まって連行されちゃうっていうそういう出来事がありました。そのイスラエルの民、神の民の捕囚は70年ほど続きました。しかしその70年にわたる捕囚の期間も神様の憐れみのうちに終わりを告げた。で、再び人々が解放されて、自分たちのイスラエル、自分たちの地に帰ってきた時の喜びです。解放された、救われたっていう喜びを歌ったのがこの1節から3節。だけどもですね、なんかあれとなるんですね。3節で御怒りを収められましたってこう喜んでいるように見えるんですけど、なんか4節に行くとなんかまたですね、全然違う話になってましてですね、また神様怒ってるんだっていう話になっていく。確かにバビロン捕囚の、からの救いの喜びは、現実のものとして経験しました。そのことを喜んだんですけども、ただ70年という年月を経て、喜んで実際にエルサレムに帰ってきた神の民たち、帰ってきてみると、エルサレムの神殿はしばらく離れてましたから廃墟になっている、どうしようもない状況になっていて、また離れていた人たち戻ってきてもですね、住む場所すら、自分たちの住む場所すら確保できないような中にある。あ、やっと戻ってこれたとですね、救われた喜び、解放された喜びがあるから、初めはですね、やる気を満々で、神様に対してこの神殿を建て直すですとか、信仰的に頑張ろうみたいなんですね、そんなふうに努めてたんですけども、しかしこのあたり旧約聖書の破壊書など見ますと書いてありますが、信仰の意味で頑張ってやっていこうと思うと、その度ごとにいろいろと止められちゃうんですね。いろんな邪魔が入って、神殿もなかなか元に戻らないし、でしかも自分の生活もままならない状況、自分の家を直すっていうことすらもなんかきちんとできないような、そんな状況にあった。神様を第一にして生きていきたいと思っていたけども、本当に日々の現実的ないろいろな問題があるときに、なかなか神様第一でってこう貫き通すことが難しい、そんな中にあるイスラエルの民、神の民の様子が書かれています。
あ、じゃあ2つ目のポイントに行きたいと思います。でですね、まあ、教会の叫び、ちょっとドラマティックな言葉になりましたけど、祈り、祈りととってもいいと思いますね。教会の祈り、叫び、まあ、4節から7節の言葉を見てるとですね、本当に神様に向かってまだ怒ってるんですか、なんで怒ってるんですか、どうしてですかって、まあ、もしかしたらあのクリスチャンって、ね、こう静かで清らかでいいことしか言わないんじゃないかみたいなね、そんなふうに思っている方もしかしたらいらっしゃるかもしれないけども、本当に神様との関係において、まあ、こんな祈りをしてもいいんですね。神様なんでですか、こんなことになっていつまで怒ってらっしゃるんですかって、こう本音を神様にぶつける、そして苦しみ嘆いている私たちをどうか救ってくださいと、そんなふうに語ることができる、神様に向かって語ることができる、そうです、まあ、ちょっといっぱい書いたんですがですけども、まあ、でもそうですね、ただ神様を 100% 信じきって、はい委ねますって、まあ、それだけで完結できるんだったら、まあ、どんなに楽なことだろうと思うわけです。だけどもなかなかそうできないというのが私たちの日々の、生き様ではないでしょうか。まあ、実際に、まあ、次から次へといろいろな取り組むべき、急いでこう取り組まなければならない課題が出てきたりですね、あるいは、まあ、私も献身する前は教育関係の仕事に就いてましたから、まあ、どうしてもですね、その日曜日じゃないと保護者に会えないか、そういうようなこともありました。まあ、礼拝したいって思ってて、神様のことをもっと知りたいと思ってるんだけども、神様なんでこう礼拝が守れないような状況に自分を追い込まれるんですかとかですね。そんな時に、まあ、神様はまるで私からそっぽを向いてるんじゃないかとね。私の方は信じたい、いや信じられるんだったら信じたいんですけどってこう思って、ね、そあるいは信じきりたいって思ってるのに、なんかそっぽ向かれてるような、ね、気がしてしまう。御怒りを鎮めてくださいってありますが、まあ、皆様誰かが怒ってる時ってどんなふうに分かりますかね。なんかいつもは優しい笑顔でこんにちはとか言ってくださる方がですね、なんかふとこうなんか何も言わないで沈黙になっちゃったら、なんで黙ってるんだろうって、そこからやっぱりね、こう、なんでかな、怒ってる、なんで怒ってるんですかっていう叫びが出てくると思うんです。神様を信じきりたいという思いがあればあるほど、かえってその叫びは大きくなるのではないでしょうか。でまあ、そこちょっと翻訳いくつか書いてあるんですけども、まあ新化訳ですと帰ってきてくださいという訳で書いてあります。シューブっていうヘブル語の単語があるんですけども、神様帰ってきてくださいというところと、帰ってくるというのと回復する元に戻すというのが同じ言葉なんですね。だから一方においてはなんかあたかも神様が遠くに行ってしまったような、そっぽ向かえたような気がして、神様帰ってきて助けてっていう思いと、同時に心のどっかではでも神様がここにいらっしゃることをちゃんと分かってて、いらっしゃるんだったら元に戻してよ、回復を与えてくださいよっていう、なんかその人間らしい、なんて言いますかね、神様の前での心の葛藤がこの役のブレといいますかに見られるような気がするんですね。神様帰ってきてよ、そっぽ向いてないでよっていう思いと、いや本当はいらっしゃることは分かってる、でもいらっしゃるんだったら元に戻してよっていう。あと青字でちょっとハイライトいたしましたが、私はですね、この4節から7節のこの嘆きの訴え、いつまで怒ってるんですかっていう訴えの中で、まあ、私たちっていう言葉が、主語が私たちってなっているところに、慰めを与えられました。
私たち一人じゃない私たち、まあ、タイトルは教会の叫び、教会の祈りとしましたが、教会という時、一般的には建物のことを教会って言いますけど、聖書的には神様によって声をかけられてこう集まっているお一人お一人の人間のことを教会っていうんですよね。だから私たち教会、私たちは、もちろん共に喜んでお祝いもします。今日午後の祝会ありますよね。クリスマスを祝う喜びの祝会もある。でも同時にここの詩編にあるように、嘆きたい思い、不安、悲しみ、なかなかこうですね、なかなかこう共有できないようなそういった思いをも分かち合って共に祈ることができるのが、教会、私たちっていう共同体でもあるんです。神様がよくわからないとき、目に見えない神様がそっぽ向いて遠くに行ってしまったように感じるとき、そういうときは私たちは教会としてお互いのために祈ることができる。その祈り合い、励まし合いの中に、その具体的な人との具体的な祈り、声かけ、あるいは中には、私とかも引っ込みシャイなんで、ね、あんまりこう逆にいっぱいこう人が来られるとちょっと疲れるとかそういうこともある。でもそのでもやっぱりなんだろうな、こう一緒にいて祈り合って覚えられているということ、その関わり合い、具体的な関わりの愛の中にこうキリストの愛のかけらを感じることができるじゃないかと思うんです。ルカの福音書の15章にある例え、例えば、これ羊ですけどもね、例えば教会に100人もの人が与えられたとしても、100人の人がいたとしても、たくさんいるからいいやってことじゃなくてですね、その中の、あるいはそのたった一人が例えば迷い出て悩み苦しんでいるのであれば、その迷い出てしまったたった一人のために寄り添うのが教会という共同体の仲間です。世の中の物差しで計算するならば全く割に合わないこと、それがしかしながら神の愛に生きる教会の姿、神の家族としての姿です。3つ目に行きたいと思いますが、教会の叫び、教会の祈りから今度は私の叫び、私の祈りと、この私だと私だけじゃなくて、 それぞれ自分のこととして受け止めていただけたら嬉しいんですけども、で、1節から3節がその解放の喜びでしたよね。で、4節から7節が、神様怒ってるんですかっていう訴えの祈り、これは私たちの共同体の祈りみたいな感じでですね。で、8節からちょっとまた空気変わるんですね。ここ結構好きな箇所でもあるんですけど、8節の1行目、新改訳ですと聞かせてください主である神の仰せをってあって、聞かせてください主語曖昧になってるんですが、元の言葉ですと私は聞きますって、私はってなるんですね。主語がはっきりと書いてあります。なので主語を明確にする、英語とかですと I とか Me とか出てくるのがご覧いただけると思いますが、冒頭で詩編85編、なんだかドラマチック劇場版みたいな感じって申し上げましたが、あえてこの場面を映像として捉えるならば、1節から7節までは祈りに集う人々が私たちという主語を持って一緒にその嘆き、辛さ、そういったものを分かち合いながら神に向かって祈っている風景ですね。でもこの8節に来ますと、何と言いますか、ステージにスポットライトがポッと一つ差し込んでですね、たくさんいる会衆の中の一人だった
人がズンと前に出てきます。会社の中の一人だったその人が前にポンと出てきてですね、スポットライトを浴びてソロで神様の前で一人で読書を始める。私に聞かせてください、神様、私は聞きます、主である神の仰せを、主である神が私におっしゃることを、と私ってこう神様の前に出るんですね。これまでずっと祈ってきて祈ってきて、祈りの答えを聞くために一人になって主なる神の前に出ている一人の人間の姿がここにあります。思い悩んで苦しんで仲間に励まされて一緒に祈る、とても大事なことです。でも、時折ですね、こう自分の祈りを神様に向かってこう言い続けること、不安なことですとか心配なこと、あるいは実現した夢、そういった希望をこう、自分の口から発することに精一杯になってしまって、静まって神様からの答えを聞くのを忘れてしまう、私も含めてですが、ことが私たちにはあるかもしれません。祈りの答え、神様が与えてくださろうとしているときに、静まって神様の声を聞く、さっき の, あの光の例えじゃないですけどもね、こういろんな音がありすぎると神様の御声がかき消されてしまうことがあるのではないでしょうか。では最後4つ目のポイントに行きたいと思いますが、神様は個人的なプライベートの会話が大好きなんですね。皆さんもいろんなタイプの方いらっしゃると思います。私も大勢でこう10人でとか話すよりは1人2人と話す方が好きだったりしますが、大勢の中で一緒に祈ってきて祈ってきて、でも神様、私はあなたと2人きりで話したい、私はあなたと話したいって、この人が前に出た時に神様はそこで答えをくださいます。ちょっと切れ目がないんで分かりにくいですが、聞かせてください、主である神の仰せを、その後からは神様側からの応答お返事になります。8節読みますと、聞かせてください、主である神の仰せを、で神様が答えられる。主は御民に、主にある敬虔な人たちに平和を告げられます。彼らが再び愚かさに戻らないように、確かに御救いは主を恐れる者たちに近い、それは栄光が私たちの地にとどまるためです。この8節9節をお読みして なんとなく聞き覚えあるなど思った方いらっしゃるでしょうか。クリスマスによく読まれます万軍賛歌に全く同じではないんですけども、似てるんですね。ちょっとお読みするので聞いていただければと思いますが、ルカの福音書の2章11節から14節お読みいたします。今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになりました。この方こそ主キリストです。あなた方は布にくるまって貝羽桶に寝ている緑子を見つけます。それがあなた方のための印です。この後ですね、すると突然その御使いと一緒におびただしい数の天の軍勢が現れて神を賛美した。いと高きところで栄光が神にあるように、地の上で平和が御心にかなう人々に会うように。いと高きところで栄光が神にあるように、地の上で平和が
御心にかなう人々に会うようにあるように。ここで、今日の説教題にもありますが、平和という言葉が出てきますね。詩編の85編の方では8節に、死にある敬虔な人たちに平和を告げられます。聖書が言っている平和って何のことでしょうか。もちろんいろんな、ことが考えられると思います。平和であること、争いがないことでしょうか。戦争がないということが平和でしょうか。あるいは、住むところに不自由しなくて、必要最低限の、生活が送れる、そのことが平和でしょうか。あるいはみんなが読み書きできて一定以上の教育を受けられること、それが平和でしょうか。あるいはちょっと角度を変えますと、今の日本は平和であると思いますか。今の日本は平和でしょうか。あるいは、私の心、皆様のあなたの心は平和でしょうか。ここで約束されている平和というのは、何よりもまず神様と自分の間における平和、和解ですね。詩編の85編、ずっとその神様の怒りということで、神様の怒りについて、怒りをやめてくださいってずっとおっしゃ、祈ってきた。行かないでください、行かないでくださいって言ってるんですけど、でも実はもう、8節以降見ますと、神様は、いや、あなた方の叫び、祈りはもうすでに私に届いていると、おっしゃってるように思うんです。私たちから考えるならば、もう2000年ほど前に、すでに救い主、神の一人子であるイエス・キリストを地上に送ったではありませんかと。先ほどお読みしたルカの福音書のところで、布にくるまって、人間の赤ちゃんとして生まれるイエス様の様子が、ありますが、神の御子が人となられたということ、布にくるまってって、ただ単に布にくるまってってことではあるんですが、連想させるものを何かと言いますと、誰かが亡くなったその遺体を布でくるむんですよね。あと不吉なちょっとなんか絵になりますけども、よく考えますとね、イエス様はお生まれになった時から十字架で死ぬことが定められた赤ちゃん、可愛らしい赤ちゃんなんだけども、その遺体をくるむような布で包まれているイエス様、生まれながらにして私たちの罪の罰を受けて十字架の上で死を宣告されることが決まっていた赤ちゃんとしてのイエス様です。クリスマスカラーの赤と緑の赤はイエス様の血潮の赤ですよね。ここで十字架の死で全てが終わりであれば、これはただ単にむごたらしくて悲しい出来事で終わってしまう。ただ私たちは知っています、これで終わりではなかった。十字架につけられた後、イエス・キリストは3日目によみがえった。そのことによって神の怒り、つまり本来私たち罪人が受けるべき怒り、神様は私たちのことを憎んではいないんですけど、罪の部分は憎んでらっしゃるわけですね。そう、罪に対する神様の怒りをイエス様が代わりに受けてくださって、イエス様がその死と罪に打ち勝ってくださったから、クリスマスカラーの緑、永遠の命、天国への希望、死んだ後だけじゃなくてですね、この地上においてもやっぱりクリスチャンとしての恵みのうちに生きる、緑に表されるその永遠の命のうちに生きる、
希望が与えられているのです。今日の中心節句にしました10節、とてもポエティックな感じでですね好きでもあるようなところなんですが、10節ですね、恵みと誠は共にあい、義と平和は口づけしますと。恵みと誠、ヨハネの福音書にですね、イエス様のこと、この方は恵みと誠に満ちておられたっていうね表現があったりしますが、まさにイエス様の特徴ですね、恵みと誠。旧約聖書ではこの恵みっていう言葉、ヘセドっていう言葉で表されますが、ヘセド、この愛は特別な愛です。ちょっと堅聞こえますけど、契約に基づく愛、揺るがない愛、ある意味ではちょっと結婚とかに似てるかもしれませんが、神様の側によるがっちりとした約束、約束に基づく忠実な愛のことを示しています。またこれが恵みであるわけで、私たちの努力ですとか何ができるできない、そういうことと関係なく与えられるもの、恵みと誠、この誠、このヘブル語ですとエメットって言葉を使いますが、揺るがされないという意味なんですね。揺るがされない信頼性、その愛が与えられている。その愛がイエス様の十字架に表されていて、イエス様を信じるときに与えられる救い、それはつまり神様と罪人との、自分との間の平和ですね。本当の意味での平和。10節後半、義と平和は口づけします。義と言いますと、正しさですね。神様の正しさ。本来だったら神様の正しさの前に人が立たされるとき、もう何もしようがないわけです。その怒りのもとに、滅ぼされるしかないところ、しかしイエス様、その父親によって義とされることが許される。で、神様との関係が正しくなるときに、そこに地上においても平和が実現する。神様を愛することで、人を愛することもできるかなと。なかなかですね、とはいえクリスチャンになったから、じゃあ全ての人を許して、誰でも愛せるか、みんな友達と、なかなかそうはいかないわけですね。現実問題としては難しいところあります。だけどもクリスチャンとして人を愛するとき、自分の中からこう愛をひねり出すのとはちょっと違ってですね、イエス様が何をしてくださったかなって、そっちにこう、イエス様、神様から始まる愛、そっちに心を動かすんです。自分では愛せない人、許せない人、その人もですね、自分自身がイエス様によって罪許されて贖われたのと同じように、その同じ愛が私が許せない人、あるいは愛せない人、その人にも注がれているということ、私の状況とも変わらなく、どの人も、どの一人も神様の愛からこぼれることなく、イエス様が自分の命を捧げてでも救いたいと思うほど愛しているということですね。そのことを思うときに、じゃあすぐに受け止めるってできなくてもですね、許せないかもしれない、でもあの人のために祈ろうってことができるかもしれない、できると思うんですね。どうかあの人が、例えばですね、あの人が神様の愛を知って神様によって変えられるように祈らせてくださいとかですね、そういうことができるようになる。そういう時に神様を愛し、隣人を愛すことが初めて実現する。イエス様いきなり世界平和を実現しろとかはおっしゃらないけど、隣人を愛しなさいっておっしゃるんですね。その愛は
自分の内側からひねり出すものではなく、自分が受けた神様からの許し、自分がいただいた神様との平和、そのことを思うときに、他の人たち、その隣にいる隣人、そこにも神様の愛が同じように注がれていると知って、そこに平和が生まれるのではないでしょうか。まあ、12節見ますと、死が良いものをくださるので私たちの大地は産物を生み出します。主に、主を信じて恵みに預かるときに必要が生み出されていく、まあ、これはもう あり余るほどいっぱいってことじゃないかもしれません。でもですね、神が与えてくださるもの、その良いもので満ち足りることを知る生き方へと導かれていく。13節、義は主の御前に立っていき、主の足跡を道とします。まあ、ここ結構何通りか翻訳がありまして、若干分かりにくいところでありますが、主の足跡を道としますというところを心に留めたいと思います。平和の君をイエス様を心に迎えるときに、イエス様の足跡、主に従う道へと導かれていくということを覚えたいです、ね。はい、ですので、またこのクリスマス、イエス様を心に、ぜひお迎えしていただきたいなと思います。平和の君を心に、受け止めるときに、少しずつ何かが変わっていく、そのことを経験できると、信じています。ではお祈りいたします。愛する天の父なる神様、この朝クリスマスを覚えながらこのようにして共に御言葉に聞くことができたこと感謝いたします。神様、今コロナ禍をはじめ、それぞれにいろいろな思いが、悩みが、課題があることと思います。そんな中で、まるで神様にそっぽを向かれているような、いつまでも神様がお怒りになっているような、そんな気持ちになってしまうこと、あります。でも神様、このクリスマスの朝、クリスマス礼拝の朝、いやそうじゃないよとおっしゃってくださいます。確かに主よ、あなたは罪を憎まれますが、私たちのことを愛しておられます。主イエス様をこの地上に使わせて、その十字架の血潮によって私たちを買い取る、贖い取る、そこまでに深い愛が示されています。どうかこの朝、イエス様、あなたのその御座によって、私たちがあなたを心にお迎えする、平和の君であるあなたを心にお迎えすると誓った時、神様はその信仰を見てくださって、そこに私と、あるいは皆様お一人一人と神様との間の和解、平和がもたらされること、感謝いたします。まず神様との平和があって、そこから広がる大きな大きな恵み、そのことを覚えて、この新しい週間もどうか歩ませてください。感謝して愛する主イエスキリストの皆によってお祈りします。アーメン。